サンモリッツは、スイスのグラウビュンデン州にある、基礎自治体。公用語はドイツ語とロマン誌語で、日本では、スイスドイツ語やフランス語での名称であるサンモリッツの、呼称が定着している。スイス有数の観光、雇用地。町の風景さんも、リッツ湖、セガンティーニ美術館、インガワ沿い、サンモリッツ湖の湖畔に位置する。 夏にはハイキング、冬にはウィンタースポーツが盛んで、近くに高線も紛失しているため、年間を通じて多くのレジャー客、雇用客を集める。イタリア国境に近く、国境まで直線距離で約1 5トル程度。近隣の都市としては約4 5トル北西にクールがある。サンモリッツはスキーをはじめとするウィンタースポーツのメッカだが、 夏の観光シーズンもハイキングやサイクリング、乗馬などを楽しむことができる。グレッシャーエクスプレスやベルニナエクスプレスなど人気の絶景ルートの発着点にもなっている。サンモリッツは有名ブランド店が立ち並ぶドルフ地区とスパ施設があるバート地区に分かれる。セガンティーニ美術館はアルプスの自然と人々を描き続けた画家、ジョバンニセガンティーニの作品を収蔵する。 三部作、生成、存在、消滅も展示され、石造りのドーム型の建物が特徴的である。コルビリア、ピッツネールはサンモリッツから手軽に行くことができるビューポイントでサンモリッツのハウスマウンテンと呼ばれる。ドルフ地区の乗り場からケーブルカーに乗り、チャンタレッラ乗り換えてコルビリアへ、さらにロープウェイでピッツネールまで上がることができる。 ムオタス村湯も人気の展望台で、麓のプンと村湯からケーブルカーで上がることができる。山頂駅には山岳ホテルとレストランがある。昔から温泉地として知られていたが、本格的な観光地化が進んだのは、庶民の間に旅行が定着する19世紀後半以降である。特にイギリスでリゾート地として知れ渡ることになり、百五十九年には、 サンモリッツに最初のホテルが開業する。その後はウィンタースポーツの地として徐々に発展していった。多くのスイスの都市が観光産業に着目して発展していくが、サンモリッツはその先駆けとしての役割を果たしたと言える。19世紀末には市外電車も開通し、20世紀に入ってからはゲレンデの本格的整備も進められた。サンモリッツは 第2回の冬季オリンピックを1928年に開催した。その後、第二次世界大戦後の1948年にも2度目の冬季オリンピックを開催している。ありがとうございます。